ハロー。プロジェクトのアイドルグループ、アンジュルムの笠原桃奈、17、が、年内限りで卒業することが21日、所属事務所のアップフロントプロモーションの公式サイトで発表された。同サイトによると、卒業については昨年末に話があり、今年に入って具体的に進めてきたという。海外に身を置き歌とダンスを勉強したいという新しい目標。本人の覚悟と決断は相当なものだと思います。笠原の新たなチャレンジをメンバー、そしてスタッフ一同応援したいと思っていますとした。笠原は、私は新しい大きな夢のために一度芸能界を離れ一人で進む決断をしました。卒業後は夢を実現するために海外に身を置き、改めて歌やダンスを学びます。そこで視野を広げ、ステージ上での在り方を磨きたいと思っています。無謀じゃないかと自分の中で葛藤しながらたくさん考えた末、決めたことですと報告した。笠原は16年7月にアンジュルムに加入した。アンジュルムが何よりも今の人生のすべてです。大切で大好きでアンジュルムがなければ今の私は存在しませんと綴った。活動は残り半年。今月23日はニューシングル、はっきりしようぜ、泳げないマーメイド、愛され、ルート A or B がリリースされ、来月17日からは、ハロプロのツアーも始まる。まだまだ未熟な私ではありますが、最後まで成長し続けますし、アンジュルムでの思い出も、たくさんたくさん作りたいですとし、私は何よりも大切で、大好きなアンジュルムから自立をし、一人の人間としての歩みを進めていこうと思いますと強い決意を示した。